ムという室、三重支部新田雄一選手です。よろしくお願いします。お願いします。スタートがかなりドキドキのスタートになりましたけども、まあ、はい、周りがいたんで、はい、行きました。そして会見ではですね、思い切って乗り心地重視のセッティングを今日はしていたということをおっしゃったんですけども、そうですね、はい、その辺は、まあ、6コースからでも乗り心地をやって乗り心地重視しようと思ったその理由というのはどこら辺でしょうか。まあ、ああやって2着で出てくる可能性があると思ったんで、出てきた時にターンミスしないようなセッティングでと思いました。展開をつけるようなセッティングを、そうですね、そして、まあ、ご自身のターンを活かせるようなセッティング、そうですね、はい、それを狙った調整というのは今日当たっていたんでしょうか。本当にうまくいったと思います。たまたま2マークも含めて展開も良かったかもしれませんけども、うん、全体的な足の感じだとの比較、まあ、優勝戦は今4人決まった状態ですけども、うん、どのように分析されていますか。まあ、優勝戦で1勝にできればいいかなぐらいに思ってます。では現時点ではまだちょっと、どうですかね、分かんないです。1勝ぐらいなんか比較は分かんないですけど、一緒に走ってないんで、あんまりレース後、今本体見られてましたけども、うん、これはどういった作業でしたでしょうか。シャフト上げようと思ったんですけど、上がってたのでそのまま、ね、何もしてないです。明日についてですけども、うん、まあ、外枠になりましたけども、笹川市も再現目指して、あの時は何かどんな狭いところでも入っていけるような仕上げだったかもおっしゃったと思いますが、そうですね、はい、優勝戦完璧だったんで、うん、そういう感じにジェラーをしたいですね。プロペラで狙っていきたいですか、はい、そうですね。あと、まあ、同期の篠崎選手とは、うん、まあ、ずっと若い頃から、うん、お互い刺激し合ってきたと思うんですけど、ね、その辺何かお互いに力があったり影響し合ってるというの、何もないです。何もない、はい。あ、でも負けたくないみたいな思いはずっと全くないです。それもないですか。もう全然。むしろじゃあ、イミスさんの方ですかね。なんかイミスさんも気にして、いや、もう誰とどうのこうのとは全く思わないんで、はい、誰が稼ごうがあんま関係ないんで、自分が稼げるか稼げないかだけなんで、はい、今年はかつてないペースで、そうですね、はい。まあ、これぐらいにしておきます。わかりました。じゃあ、ファンに向けてメッセージお願いします。はい、明日優勝できるよう一日何か努力します。